工事で普段通る道が塞がっちゃってたので、夜に土手を走ったら、かまど馬とキリギリスが2メートル間隔でいる地獄だったぞ。イヤホンレビュー、虫捕り少年なんとかしてくれ。そんなこんなでイヤホン買ってるかい？今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、今回紹介するのは初登場のブランド、ゲアウジオから、1DA1DB の基本構成なハイブリッド、エガクイ2だ。先に登場した3ドライバのエガクイさんと混同しそうになっちゃうんだが、こっちは新しい商品だな。エガクイには、ケノウェス製の BA ドライバに、レジンシェル、ダイナミックドライバと、ハンドメイド感の強い1台。中、無のベリリウム振動板を採用したダイナミックドライバと、中音域主体の BA ドライバで、低価格モデルとは構成にも差が出てるな。ちょうど、直近に紹介した DGVP のモデルもベリリウム BA ドライバのハイブリッドだったが、そこら辺の違いはどうなってるんだろうか。詳しく見ていこう。シェルはレジンだが、充填具合はそれほど高くない。ドライバ前面の空間のみ、音導管と充填された空間で、それ以外の部分は空洞になっているな。空洞部分の圧を逃がす弁当は、2ピン端子の横に3つ空いている。BA 前面にはダンパーが入っていたり、ネットワークが入っていたりで、ドライバーを後から付与したパーツでコントロールしてる感じ。空洞部分が多いので、結構軽量に感じる。普通のプラ製のイヤホンとそう変わらない手触りだが、継ぎ目のない綺麗さはレジンシェルならではだな。フェイスプレートは美しく、もちろん、しっかりとレジンの中に埋まっており、一体成形となっている。ここら辺は1万円のきちんとしたイヤホンとしてビルドの良さを感じるぞ。2ピン端子は火埋め込み式、付属ケーブルは銀メッキのしっかりとした4芯ケーブルで取り回しも良いんだが、ピンが奥まで入らず、ちょっと浮いちゃうことがあった。ここら辺はピンが長いケーブルを使うと顕著になる問題だと思う。ピンの根元が露出していると、一気に曲がりに弱くなるので、構造的に弱点になりうる部分だ。空間は余ってるっぽいので、ぜひとも次回からは CIEM にピンとか採用してほしいところだな。付属ケースもしっかりとしたもので、1万円のイヤホンとしてトータルパッケージ力もちゃんとある感じ。外装の美しさも相まって、しっかり1万円でいい買い物した感が溢れる外装になっているぞ。パッケージを開けるときに、外箱、中箱、でもってアクセサリー箱に、加えてイヤホンポーチで4回デカデカとゲアウジオのロゴが入ってるところでアピール強強かよ、と突っ込みポイントが1個あったくらいだな。イヤピは付属が2種類の3サイズ。装着感はイヤピ、本体ともに良好だ。本体は装着感が良いと評判の TRNT200 のような、レジンシェルの定番形状を持っており、耳に当たる部分も深くないので、適度なフィット感と軽さを得ることができる。長い時間装着していても違和感を感じない良い1台に思うな。ノズルの長さも適正。長すぎて本体が浮いたり、短すぎて装着が浅くなったりもしなかった。最近装着感が良いものが増えてるだけに、たまに耳の形が特殊な人がデザインしたとしか思えないモデルに当たると、余計にげんなりするんだよな。と、外装に関してはこんな感じ。突っ込みどころは特にない。気にする人は2ピン端子にサポートがないところが気になるくらいだろうか。それじゃ、肝心の中身について。構造のところでも触れたが、中、無のダイナミックドライバーと、1台の BA の組み合わせ。この構成に関しては中華イヤホンの中でもありふれたモデルのように感じるものの、実際には、ダイナミックドライバーの振動板はベリリウム鋼と、BA ドライバーはケノウェス製の中高音域を重視したものを採用しており、ダイナミックドライバー、BA ドライバーともに低価格品によく使われているものとは一味違うことがわかる。遮音性は平均的。レジンが完全に充填されていないからな。重量と同様、この部分も普通の樹脂製イヤホンと変わらない使い心地だ。音漏れは多少する程度。髪型から漏れるので、満員電車の横にいる人なら聞こえるだろう。この構成の上に乗っかってる音質は、どんなものなんだろうか。ベリリウムコーティングのダイナミックドライバーは、往々にしてキラキラとした高音域と、しっかり沈み込む低音に魅力がある。今まで触ってきた、1万クラスまでのベリリウムドライバー機は、すべてこの特性を持っているんだが、Bluetooth アンプである、BTR1K につなげたところ、なんかもっさりしてる？エイジングしたが、やっぱりもっさりしてる。もしかして、と思って、ちょっと出力の強い有線 DAC アンプにつなげたら、実力が出た。似たような構成のモデルよりもハイパワーな環境が必要な点に注意が必要だな。低出力環境で聞くと、BTR1K で聞いた時みたいにエッジが出ず、音が分離せず、狭い音になる。典型的な高音が頭打ちになってる音色だな。スペック DAC でもいいので、パワーを潤沢に使える環境に放り込むと化ける。きちんとハイパワーな環境につなげると、ベリリウムらしい音色のきらめきが一気に増す。樹脂製らしく、使
吹き抜けるようなキレはないものの、全体に綺麗にまとまった音色だな。それほどギラギラしないので、最初は HCK のお太いとかに近い印象を受けると思う。お太いも結構ベリリウムとしては暖色の印象があるんだが、それに近い感じの仕上がりかな。また、ハイブリッドであるという利点のおかげでボーカルがかなり良い。先日紹介した、BGVPDN さんも似たような印象を持つ機種だが、この絵がクイニの方が、より中音域の表現力が高い印象。代わりにベリリウムコーティング機っぽいギラつきは少ない。低音のブースト感も、より低価格なモデルに比べて控えめだが、しっかりサブベースまで含めて出ている印象。つまり、よりお行儀が良い。ベリリウム、と言われてよだれを垂らす人より、一味違うハイブリッドが欲しい人におすすめだな。高音域のソリッドさなんかは突き抜けていないので、原音がある音楽を楽しみたい人におすすめしたい傾向だな。ただ、ボーカルを伴う電子音楽、ボックスから EDM までにもしっかり対応できる。弱点らしい弱点のない、綺麗にまとまった音色だ。電子音楽は8ビートサウンドのようなディープ音の場合は、もっと割り切ったイヤホンが合うと思うが、それ以外のいろんな音が組み合わさっている曲の場合、その時より見せる金属高音のキレと低音の沈み込みがうまく作用する。ジャズを聴いても、弦楽器やシンバルなどの音の表現力が楽しい。ちょうどいい自然さとイヤホンらしい遊びのバランスに思うな。ただ、この遊びに関しては、ベリリウムの音の癖が苦手な人もいると思う。本気はその癖は最小限に抑えられているので、食わず嫌いせずに突っ込んでみては。と言いたいところだが、食えないもんは食えないんだ。無理する必要はない。ただ、かなり耳に当たらないように絶妙に DA と設計で中和してるので、可能性を感じたらトライしてみてほしいな。そこが気にならない人には、ちょうど良い演出と全体のバランスのおかげで、抜群にお気に入りの一台になる可能性がある。エガクイニのベリリウムドライバーは自社製、とのことで、確かにそれに見合った調和を見せてくれるように思うな。音色を分解してみよう。高音域はよく響く。特に金属音にはベリリウムドライバーらしい硬質さが見える。ただ、その適用範囲は高音域に収まっていて、他音域に出張ってこないので、美味しいところを美味しく感じる分だけ取ってきてるマルチドライバーらしい贅沢さを感じるな。中音域。ここはかなり DA が仕事をしている。ボーカルなんかはベリリウムドライバーの硬すぎる感じは全くなく、きちんと人間の声だ。ピアノなんかも変に演出されていないので、各楽器が全部硬質になったりはしていない。そして低音域。ベリリウムドライバーらしい沈み込みを感じる。ただ、量としては他の脳みそ筋肉系ベリリウムと比べると、ちゃんと制御されてる感じ。必要なところではズン、としっかり響くので、量不足は感じないな。シェルの装着感と密閉感のおかげで、空間表現はそれなりに感じるものの、実際にはちゃんと広く、聞こえる場所もしっかりと定まっている。空間表現についても、地に足のついた感じ、と言えばいいんだろうか。よくできてるな。なので、全体としてまとめると、うまくまとまった優等生気質だが、ちゃんと要素要素ではパワフルだったり、硬質だったりする。ジャンルを選ばず活用できる、普通のモデルとは一味違う構成の、でも普通に見えるイヤホン。実際聞けば、納得できるはずだ。というわけでまとめようか。J アウジオエガクイには1万円クラスのレジンシェルイヤホン。レジンは結構空洞が多く、軽め。遮音性や音漏れは平均的で、装着感はかなり良好。2ピン端子で非埋め込み式。ここだけ耐久性が心配だ。付属品はきちんと1万クラス。そつなくいろいろついてくる。レジンシェルの仕上げは綺麗で、購入による満足度が高い。構成は 1BA1BD だが、中、無ベリリウムドライバーと中高音域担当の ED29689 と、定番からは外した構成。その音色は、中高音域の BA の補助を受けたベリリウムドライバーの、全音域にバランスが整ったサウンド。空間表現もしっかりしていて、優等生気質だがベリリウムの良さもしっかり顔を出す。一般的なベリリウムドライバーモデルよりもかなり落ち着いていて、前回紹介した、比較的落ち着いた DN さんよりもさらにナチュラルよりの仕上がりだな。完成度は高く感じたぞ。2ピン端子とは別に、駆動にはそこそこパワーが必要な点も注意が必要だ。DAP ならともかく、Bluetooth 環境ではもっさりした音になるぞ。と、こんな感じだな。1BA1BD は、今や定番といっていい構成になりつつあるが、それでもそこにちょっとツイストを入れて、それにとどまらずちゃんと調整した機種は、やっぱり噛めば噛むほど味が出る。高出力が必要な調整も、このイヤホンの良さにつながってるのかもしれないな。ちょっと中級者向けな仕様はあるものの、音としてはちゃんとしているので、環境に注意しつつ、初心者が触っても楽しかろう。もろちん上級者もな。と、言ったところで、今回はここまで。次回は、待ってた人もいるんじゃないかな？ KBEAR の久しぶりの超マルチドライバー、KBEAR ロビンが準備中だ。